マイクラのシリーズもね、やっていきたいからね。まあまあまあ、そんな後の話は、まあやめにして、とりあえず丸石が欲しい。で、仮拠点どっちだっけ？あ、こっちか、横か。あー、はいはいはい、湿地だ、湿地。そっ、多分こっち。あ、なんか馬がいないと急速に遅くなった感があるな。いや、馬ってすごいんですね、やっぱり。おっせえな、ほんと。こんな遅かったっけ？この主人公。スティーブ。まあ、今、スキンはスティーブではないんですけどね。まあ、じゃあ、とりあえず丸石を一通り掘りたい。あ、掘りたいけど、まあ、待って待って、遅えな、ほんと。こんな遅かったっけ？走りたいのは山々なんだけど、動物殺せないからな、食料があんまり手に入らないんですよね。あ、ここになってなんか動物殺すの禁止縛りっていうのが結構な、こう、縛り感を醸し出してますね。ちょっとこの辺掘っちゃう。あ、それよりも、それをか、ブランチマイニングしつつ、あ、そっか。あ、そうだ、思い出した。そっか、ブランチマイニングじゃねえや。洞窟に繋がってて、そこでいろいろやってたんだっけ。あ、なんで鉄鉱石入ってんの。なんで鉄鉱石入ってんの。あ、でもいいや、かまど手に入ったし。オッケー。チェストには何も入ってない。ちょっとここ、丸石が欲しいから、ちょっとこの辺掘ろうぜ。丸石がね、ほんと不足してますから。丸石不足とか、もう始めた初期かっていう。ブランチマイニングしよう、ブランチマイニング。うん。あの、確かあそこにマグマあったから、あそこで黒曜石もゲットして、黒曜石ってエンチャントラいくつ必要だったんだっけ。ダイヤ置い忘れちゃったな。本でしょ、まず本。本が、あそこに来て、ダイヤが、まあまあまあ、適当に作りますが、まあ20個。よし、じゃあ帰りましょう。あ、じゃあ作業台とか持って、いいや、いいや、もう帰ります。これまた帰んのめんどくせえな、ほんと。ちょっとあの、ここ、新しくブランチマイニング場作るか、もしかして。いや、でもまあ一応こう、黒曜石はゲットしてから、まあまあまあ、適当にっていう感じで。まあ、また戻るの、遠いな、結構。結構遠いな、多い。結構遠いな。まあいや、帰りましょう。帰りましょう、ゆっくり。あ、そっか。せっかくだから、ここの移動にも馬使っちゃえばね、多分早いから。馬使っちゃう、今度から。いや、でもまあ、いいんじゃないですか、たまにはこうやってのんびり行くのも。のんびりしすぎだと思うな。ちょっと、はあ、馬がかわいそうにあんなところに置かれて。どっか馬小屋を作んなきゃいけないかな、下に。そうだね、それもちょっと作ろう。ウィース、ただいマイホーム。柵の向こう側にかわいそうに。じゃあどうしよう、丸石が不足してるからブランチマイニング、いや先に黒曜石掘っちゃうか。まあまあ適当にやりましょう。てか本当に丸石ない、本当にないね。1個しかない、こんななかったっけ前。とりあえずかまどが欲しい。おあ、でもあ、かまどあった、ごめんごめん、かまどあったわ。そっか、向こうの持ってきたのか。じゃあかまどここに置きまして、ここに、あ、じゃあ鉄鉱石燃やしちゃう。じゃあ鉄鉱石燃やしまして、そっか、鉄もねえな。これブランチマイニングだな、一回。まあ、その前に、まあ一回黒曜石を掘りましょう。これでこうやって、まあ、石ピオマージャ2個ぐらい作って、あ、バケツも持ってっちゃった、もしかして。バケツあった、よかった。バケツと、あと剣だな。剣、石剣。石剣を作って、あとはスコップ、スコップ、スコップで、あ、そっか、松明だな、松明。あ、松明も、そっか、松明持ってっちゃったか。うわ、もうほとんどねえじゃん、松明。どうしよう、もうこれ一回ブランチマイニングか。あ、石ピアット、あ、なんだ、石ピアット。石ピアットよ。うわ、松明ないってきつらいぞ、これ。うわ、なんかもう全ロストで一気になんか過疎化した、過疎化っていうか、なんかこうマイクラがなんか初期に戻った感がありますね。どうしよう、じゃあ一回ブランチマイニングするにも松明がないから、一回原木掘ってこようか。うわ、なんかすごい初期に戻った感。原木切るとかさ、もう長いことやってなかった気がするよ。ごめんなさいね、多分ね、これね、あとクリアまで倍ぐらいかかるかも、パート数。パート60ぐらい。もうあの YouTube 界
最長エンダードラゴン狩るみたいな。いやでもまあエンダードラゴン狩った後もまあなんか何かしらこう目標を作って続けていきたいと思うんだけど、例えばそうね、動物園を作るとか、動物愛護クラフトだからね。あ、いいかもしれないね、それいいね。まあとりあえずはエンダードラゴンを狩るっていう目標でやっていきたいけど、石炭がないからとりあえず木炭作りますもう原始回帰ですね、本当に 原点に戻った感があります。いやでもさ、なんか原木掘ってる頃がマイクラって一番楽しい気がするな。わかるかな、なんかさ、なんか原木掘って仮拠点作って、なんか最初の一夜、そう、最初の一日がなんかマイクラってなんか一番楽しい気がするんだよね。うん、まあ個人の感想なので、まあ皆さんどう思うか知りませんけれども、俺的には一番最初の一日が一番好きですね。まあ、じゃあこの辺結構たくさん掘っちゃうか。うん、原木もね、多分ないと、あんまりないと思うから、この辺掘っちゃいましょう。あ、でもあったかな、原木あったかな、わかんねえや、もう。まあいいや、とりあえず適当に掘っちゃおう。原木1スタックぐらい取っちゃうか。あ、そんないらない、もうこんぐらい十分。じゃあもう戻っちゃおう、こんぐらい十分か。ではじゃあここも掘ろう。オッケー、じゃあ戻りましょう。あー、登れない。あー、もううざったらしい。もうなんでツリーハウスなんか作ったの俺、ほんと昔の俺を否定するなよっていう。なんでさ、ツリーハウスなんか作ったんですか俺。ちょっとなんで。じゃあこれでどうしよう。原木と木材をちょっとかき集めたい。あ、でも結構あるじゃん。なんだ、結構あるじゃん。じゃあこれを全部、あ、鉄インゴット、これ全部木炭にしたい。なんかいろいろあるね。なんかいろいろあって、なんかもうマジちょっとなんだろういいや、思いつかない。あ、でも弓射撃ダメージ1のエンチャントのもうやつがあるのか。 あとポーションとかも作りたいね。ちょっとこの辺整理したい。とりあえず整理したいけど、まあ引っかあとで。なんかもう整理する気力が起きないわ。なんか汚すぎて。あれ、あ、そっか、これはネザーでゲットしたやつ。じゃあどうしようかな。これ待ってる間何してよ。かまどもう一つぐらい作る。かまどもう一つ、あ、ちょうどなくなっちゃった。まあいいや、かまどは2個ぐらいあっても多分ね大丈夫だと思うから。ちょっと待って、これをだいたい半分ぐらいに分けて、半分に分けて、でこっちでまた、これをやっちゃって時間短縮と。いいね。ちょっと一回整理するか。ここちょっと大変だけど一回整理しよう。とりあえずこの使うやつは置いといて、もう一回ここもバーッと切って、うわってかね、こっちと同じものだったらまとめたい。骨でしょ。やる気起きねえぜこれ。もう汚すぎて、もう全然悪い。もう汚い。なんでチェストの中にチェストがあるの。まとめちゃったなあれ。でもなんかちょっと綺麗になった気がする。なんで、あ、まとめたからか。ちょっと待って、ここもちょっと一回取っちゃって、なんかまとまるものがあれば。みんな、こんなクソ動画を見てくれてありがとう。よければそちらのボタンからチャンネル登録をよろしく頼むよ。あ、スマートフォンの場合はそちらの赤くない、最近の YouTube は確か赤くなかった気がする。このまあとりあえず春のゲーム実況チャンネルって書いてあるその横のチャンネル登録と書いてあるボタンをクリックしてくれ。頼むよ、本当に頼む。お願いします。お願いします。お願いだからチャンネル登録よろしくお願いします。